はい、ありがとう整体の平野です。最近はですね、この肘のチャクラというのをね、非常に重要視してやっています。とにかく腕の巻き込みがですね、胸を潰して、最終的にはこの腎臓ですね、この辺りを、すごく硬くして、腎臓下垂もしているし、それに伴って硬くしているんですけども、そういう中でですね、ずっと昔から、尊敬して、気になってね、ブログを読まさせていただいている方の、ブログにですね、今日、その腎臓が、本当にね、いろんなところに関係しますよ。で、腎臓を、緩める、活性化させるためには肘と膝をね、使うんだよっていうふうにちょっと書いてあったのを見て、やっぱりつながってるんだなっていうふうに思いました。この肘のね、ロック、体の傾きを取るために力を入れてるのもあるし、心配怖い、そして、肩肘を張ってね、こう肘を張るみたいな感じで非常に、強い、この肘に、緊張が入っています。そして、こうなっているとしたら、ここで、肘を抜く、そして今度は姿勢が少し直ってきたら、またこの位置で肘の力を抜く、緊張を抜く、そして、体が起き上がった時のところでまたこの肘の緊張を抜く。本当にこれは、肘にですね、非常に、何年もこうかけて、入ったこの緊張が入っている。そして各姿勢に、で入ったものもあるんで、その姿勢を起こしていく中でですね、一つ一つ、抜いていく。ちょっと面倒くさいことではあるんですけども、この肘のね、ロックを、緊張をね、抜くことによって、胸が広がって、そして、腎臓もねこう持ち上がってく、るという、そんな、主義をね、しています。もちろん、足元からね、私で常々言ってる、足の裏がねこうしっかりしてなきゃ地に足がつかないと内臓上がらないですよっていうことを言ってるんですけども、もちろん足からも、それをね狙ってやっていきます。肘、膝、本当にね、そういったところがつながったという話でした。